ここより世界に痛みを。渦巻ナルトはこの里にいるのかいないのか、知っているならどちらかはっきり答え。結界班より報告。侵入者木ノ葉上空より潜入。結界反応短期ですが、反応直後より複数の襲撃を確認しました。分析班より報告。敵戦力およそ3個大隊。殺せば人に殺される。憎しみがこの二つをつなぎ合わせる。ザレ事をペラペラと。痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。ここより世界に痛みを。神羅転生。これどうしてこんな。ナルト早く来てよ。お願い。出るまでもねえよ。ばあちゃんはゆっくり茶でも飲んでてくれ。ナルト、あんた。ちっさま、二人の懐かしい背中は見えんかったか。そうじゃな。ナルトちゃんは先代を超えたようじゃ。渦巻きナルト。蹴りつけてやる。カバ族にては己の周りにある自然エネルギーを利用する。そのエネルギーがナルトの体の一部となってペインを攻撃したんじゃ。森林モードは危険感知も攻撃範囲も波のそれじゃあれへんぞ。チンドルしてる暇はねえ。真術で一気に終わらせてやる。影分身の術。そう、お前は潜入のジライア先生と同じ術を身につけたようだ。ジライア先生だ。俺もジライアから術を学んだ。ジライアは俺のかつての死。死は平和を望んでいた。ふざけるな。お前らのこれのどこに平和があるんだ。戦術は切れたか。やるなら今だ。何がどうなってる。ナルト君です。ナルト、ナルトが帰ってきたのか。
その理由をお前に話したところで何も変わりはしない。お前は確かに強い。フェインがここまでやられたのは初めてだ。てめえは何だ、なんでこんなことしやがる。俺の目的はジライア先生の成し得なかったことだ。平和を生み出し正義をなすことだ。ふざけんな。俺の師匠を、俺の先生を、俺の仲間を、俺の里を、こんなに仕上がったお前なんかが偉そうに抑えてんじゃねえ。あの現実はもう懲りてるよ。暗礁テイン。お前をぶっ倒せ。俺がこの忍びの世界を平和にしてやる。それこそ正義だが、俺の家族、俺の里を、この里と同じようにしたお前たち木の葉の忍びだけが、お前なら平和を作るためにこの憎しみとどう向き合う。お前の答えを聞こう。わかんない、そんなこと。ナルト君、そろそろお前を連れて行く。ナルト君にはもう手を出させない。ここに立っているのは私の意志。今度は私がナルト君を助ける。俺の両親もお前ら木の葉の忍びに目の前で殺された。俺はその憎しみの連鎖を止めるために暁を立ち上げた。九尾の力か。お前なら平和を作るためにこの憎しみとどう向き合う。お前の答えを聞こう。わからねえ。俺ってばどうすりゃいい。もう何もわからねえ。誰か助けてくれ。それでいい。だが俺の痛みはお前以上だ。行くぞ。
お前の心を全てわしに預けろ。そうすれば苦しみからお前を救ってやる。四代目ホカゲ。どうして四代目ホカゲが俺の名前を。だってお前の名前は俺がつけたんだから。さっきも言ったろ、俺の息子だよ。自爆転生。何もここまで大きな。大したことはない。とにかくこれで九尾捕獲完了だ。大切なものを救おうとすることで戦いが生まれ、愛が存在し続ける限り同時に憎しみが生まれ、憎しみに忍びが利用されるのも、この忍びのシステムがある限り憎しみという化け物はまた新たなペインを生み出していく。だからって俺はペインを許せねえ。四代目教えてくれ。俺ってばどうしたらいい。みんな勝手すぎるってばよ。俺ってば頭悪いし、そんなにすげえ忍者じゃねえし、それに俺ってば。お前ならその答えを見つけられる。少しは痛みを理解できた。同じ痛みを知らなければ他人を本当には理解できない。お前の本体のところへ俺を連れて行け。直接話したいことがある。話は終わった。今さらお前が何を語っても何も変わらない。とにかく話をさせろ。ペインはこいつでチャクラを受け取って動いていた。こいつ千人モードで逆探知。お前はペインの本体か。平和がのこのこやってきたか。自分の気持ちを確かめたかった。目の前にしたらやっぱてめえは許せねえ。今にも殺したくて震えが止まらねえ。お前を弟子にしてよかったわい。今になってやっとエロ宣言を言ってた意味がわかる。お前は神じゃない。この現実を目の当たりにし、お前は本当にジライア先生のザレ言を信じることができるのか。エロ仙人の弟子だったお前たちがどうしてこうなっちまったのか。話を聞いてそれから答えを出したい。俺たちの痛みを教えてやる。お前たちこの葉を始めた戦争で死んだ。あの時の痛みは忘れることはない。戦いの続く世界なら僕がこの世界の神様になってやる。お前たちの平和が我々への暴力なのか。答えを聞こう。俺もあんたの言ってた通りそう思う。エロ仙人は俺のことを信じて託してくれた。なら俺はエロ仙人の信じたことを信じてみる。それが俺の答えだ。ふざけるな。本当の平和などありはしないのだ。なら俺がその呪いを解いてやる。平和ってのがあるなら俺がそれを掴み取ってやる。俺は諦めねえ。それは物には全部この本の中のセリフだ。
この本の主人公の名前、それがナルトだ。俺はホカゲになる。そんでもって雨隠れも平和にしてみせる。俺を信じてくれ。そう言い切れるのか、自分自身信じられるのか。俺だって痛みはあった。どんなに痛いことがあっても歩いてく。それがナルトだ。主人公が変わった。別の物語。昔の俺を思い出させる。お前を信じてみよう。けど輪廻転生の術。終わったようじゃの。どうなったがじゃ。予言通りじゃ。ジライアの弟子二人ともが予言の子として交わり、忍びの変革を導く者たちだったとは思わなんだが、あの時ジライアが諦めん選択をした時点で、このことはもう決まっていたのかもしれんの。あの本が本当に世界を変える鍵になるとはの。すごいですね、ナルト君は。しどんな時も決して諦めない彼の姿勢と、まっすぐな人道を見せつけられている。彼は本当に多くの人々の心を変えてしまった。